船橋市議会議員の朝倉です。大学の理系学部を卒業し、受験生たちに数学理科を教えてきました。そして議会においては理系の視点での提言を重ねています。例えば皆さんのご家庭からの排水は下水処理場でどのように処理されているかご存知でしょうか単に固めたり薬品のみで処理しているわけではありません。下水処理場の層の中に住む様々な微生物たちが処理してくれています。ゾウリムシなどの原生動物たちが 酸素を送り込む層の中で、汚水の中の炭素成分を食べて処理してくれています。この処理を活性汚泥法と言います。しかしこの方式だけでは窒素やリンは熟されにくく、それが東京湾汚染の原因になることが分かり、他の種類の微生物に熟させる高度処理が行えるようになりました。市議会で技術的な点について質疑を重ねたことで、今は西浦、高瀬、両下水処理場の全系列で、 処理方式を工夫しながら構造処理が行わうれうました。そして2020年3月に船橋で感染者が出始めた新型コロナウイルス感染症への対応です。今当たり前のように実施されている船橋保健所の PCR 検査は簡単に始まったわけではありません。感染者が出始めた2020年3月当時、船橋保健所では実施されていませんでした。千葉市にある千葉県衛生研究所に検体を送って検査を依頼していたので、 結果発表は数日後となっていました。PCR 装置を持っているのになぜ船橋では PCR 検査を実施しないのか。議会質疑で急遽市に確認したところ、検査に必要な試薬、プライマーを国が船橋には送っていなかっただけの話でした。式を送るように要請し、船橋証券所で実施できるようになりました。1年後、今度はデルタ株などの変異株が登場し、国も変異株検査をスタートする方針をとりました。 ところが船橋証券所ではまた実施されない。再び質疑で確認したところ、今度は別の検査予薬が送られてない。これも送るように要請し、3ヶ月遅れですが実施に至りました。PCR の原理とプライマーなど、大学で学んだ理系生物学の知識が船橋市民の健康を守る情報発信に役立ちました。今後も理系の専門性を活かしながら議会で質疑を重ねていきます。